皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は視聴者さんに伝えなくてはならないことがあります。2019年2月の2日整形手術をしました。お前整形してんのかーい。誤解しないでくださいよ。ちょっと待って。さっきの発言の部分だけ切り取られてしまうと、ああ、青木はついに整形をしたんだなーって、ね、視聴者さんに思われてしまうんですよ。もう、そういうことじゃないんですよ。じゃあ今からちゃんと事情を説明していきます。まず事の経緯をお話しするんですけども、今から6年前、私は20歳の時に出っ歯の手術を受けたんです。で、出っ歯っていうと、普通だったら歯科矯正みたいな、ここにワイヤーとかつけて、これで引っ込めたりするじゃないですか。私はそんなの通用しませんでした。まずこう、歯がありますよね。突出してるのを、まあ、出っ歯って言うと思うんですけども、私の場合は歯を支えている歯茎そのものが前に出てんですよ。もう骨が奇形なんですよね。それを私は1センチ両端端っこを骨を切って、だるま落としのような感じでガチャンって後ろに引っ込めたわけです。で、そうすることによって骨同士を固定しなきゃいけないから、金属プレートっていうのをここに埋め込むわけですよ。実は皆さんが今まで見ていた動画の私の口の中には金属プレートが埋め込まれてたんですよ。すごいでしょ？じゃあなんで今回の内容に今の話をしたかっていうと、話の主題は金属プレートでございます。え？って金属プレート取ったの？って。そうです、取りました。あ、動画落ちちゃった。ただ本来であればその金属プレートって全然取る必要がないんですよ。もうずっと死ぬまでもう入れっぱなしっていうのが前提だと思うんですけども、私にはもうすごい想定外の出来事が起きて、口の中にずっと異物を入れてるわけじゃないですか。口っていうかそのここにくっつけてて、癒着っていうものが起きてしまうんですよね。まあ、人それぞれだと思うんですけども、私の場合はこの顎の皮膚組織が金属プレートになんかへばりつくみたいな、もうちょっとごめんなさいね、グルテスクな話しちゃって。それによってこの中にある脂肪がぐっとこう吊り上げられて、常にここ引っ張られてるんですよ。だから、ああ辛くて常に口の中から後ろ側に引っ張られてる感じ。結構これって大変なことで、口の中のこの例えば歯の噛み合わせであったりとか、この顎のズレとかで体全体に不調をきたすんですよ。ここ数年ずっと私は肩こりと首の付け根の痛み、もういろんなところで悩んでたんですよ。それを治すために、ああじゃあ整骨院とか行って電気マッサージとかいろいろしてもらえば治るんだろうなと言ったら全然治らなくて、もうどんどん悪化していくだけで、特に辛かったのが顎の関節の痛み、筋肉を支えているなんて言うんだろうな、なんかそこの部分がもう常に引っ張ってる緊張状態、辛くて辛くて。去年夏に私視聴者さんに眼精疲労なんですっていろいろ言って動画お休みした時期があったじゃないですか。もしかしたらそれも今回のことにつながってるんだろうなって思ってます。今これを無事摘出したんで、もうすごい体の調子が良くなったんですよ。全く肩の凝りもないし、首の付け根も痛くないし、ここ特にここもう全然痛くない。最高！びっくりしたのが、今回の手術で約50万円ぐらい私払ってます。まず摘出する金属の専用のネジをなんか海外から取り寄せなきゃいけないから、それ20万ですって言われて、まあ、それ20万でしょ。あと全身麻酔20万、あとはまあもろもろいろ含んで50万ですよ。手術の時間がすごい短かったです。皆さん何分だと思います？びっくりしますよ。30分。まず手術の方法なんですけども、こうやって口の中からやーってめくって、で、口内炎できるとこあるじゃないですか。で、そこを4センチぐらい切るんですよ。だから表からはじゃあ全然もう傷とか全く目立ちません。そしてそこを切ったら顎の骨を露出させて、で、そこに止められている金属プレートを専用の器具でカチャンって取っていくです。もう結構やばいでしょ。聞いてるだけでグロテスクだと思うんですけども、もう意外とすぐ終わったんで、まああんまり体にダメージはなかったです。だって言っても手術の腫れ2、3日ぐらいで収まりましたからね。最近私がよくマスクをしてたじゃないですか。2月の前半とか頭に。まあ、それはそういうことです。ただ全然腫れなかったの。もう3日とかぐらいで腫れが引いちゃってたんで、まあそりゃそうですよね。だって体にあんまり負担のない手術だから。むしろ親知らずとかでみんなパンパンになるじゃないですか。もう あんなより全然こっちの方がマシだったと思います。ただ全身麻酔の手術を受けてるんで、まあ、それなりに体にダメージはあると思うんですけども、意外と私は手術した回数がまあ普通の方よりは比較的多い方だと思うんで、あんまり恐怖心はなかったです。
辛いと思ったのはもうお財布だけですかね。取るだけで50万かみたいな。だってそもそも出っ歯の手術を治すときに100万円かけたの、その半額で私は結局このプレートを取るっていうことですからね。ただ思いもよらぬメリットがあったんですよ。それは先生にもちょっと事前から聞いてたんですけども、青木さんはここにプレート止めてて、そこに皮膚組織がペチャってくっついちゃってるから脂肪の付き方が多少変わりますって言われたんですよね。私はここがスッキリするから、ちょっと顎のフェイスラインがスマートになるかもみたいな。まあ今回撮れてよかったです。今回はこの感じで終わります。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネル青木かんなの秘密箱は画面の下にありますので、ぜひそちらもチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。どうなんですかね、実際視聴者さん分かります？あ、このなんか感じ変わりました？そんな変わんないか。全然本編と関係ないんですけど、1年半ぶりぐらいに前髪を昔のようにパッツンでくるっとする形にしてみたんですよ。ここ最近ちょっと流している前髪が多かったじゃないですか。でもそれなりに悩んでたんですよ。私は髪の毛の生え方がちょっと変で、流しにくい人なんですよね。だから無理やりこっから取ってグイって曲げたから、なんか分け目が普通の人とちょっと不自然っていうか、だからそれによってカツラ被ってんじゃないのみたいな感じ見えてたんですよね。でもそれは自分で自覚してたんですよ。ただ普通にこうストーンとして丸めるのあんま面白くないかって、今のトレンドでもないし、じゃあどうしようって思って美容室の人に相談したら、じゃあ昔のパッツンとはちょっと違って、なんか束感を出すパッツンにしたら、まあ今風にはなるんじゃないのかなって言っていただいて、それで今してる感じです。変わったかな、わかんないけど。もう切れちゃった。ちょっと待って、録画時間の残りがあと十何分ですみたいな、さっきから出てたんですけどね、それ全部使い切っちゃって勝手に切れちゃいましたね、録画が。もう勘弁してくれよ。あ、そう、何話したっけ、どっちの髪型がいいっていうことでしたっけ。今のこの久しぶりのパッツンスタイルか、ちょっと前、まあここ最近までやってたその流しスタイル、まあ、あれも結局パッツンに近いですけど、ね、どっちも。まあ皆さんの感想をお待ちしております。